レーモン6世ド・トゥールーズは、中世のトゥールーズ伯。その他に、メルゲーユ伯、ルエルグ伯、ナルボンヌ公、ゴティア公、プロヴァンス辺境伯でもあった。レーモン8世とも呼ばれている。ミュレの戦いレーモン5世と、王女、コンスタンス・ド・フランスの子として、サンジルで生まれた。彼は、政治的であるというよりむしろ戦いを好む人物であった。彼は打算的で好機到来を待つ人物であり、柔軟な政策を行い、最適な時期に盛り返すため何度も従うふりをしていた。このため彼はシモン・ド・モンフォールからトゥールーズ伯領を取り返したのである。教養のある彼は大勢の吟遊詩人を共に持っていた。1176年に死んだ。最初の妻、メルゲーユ女伯エルメサンドとの結婚によって、レーモンはメルゲーユ伯領を継承した。彼は二度目の妻に、トゥールーズ伯のライバルであるカルカソンヌ及びベジエの子爵ロジェ2世、ド・トランカベルの妹、ベアトリスを迎えた。1192年、セーチェの十字軍からイングランド王、リチャード実親王と王妃ベレンガリアは帰国の途についていた。彼らの乗った船は、嵐で別れとなり、獅子親王はオーストリア公に捕らえられて投獄され、一方ベレンガリアはラングドックに上陸した。ベレンガリアはボルドーへ向かうため、トゥールーズ伯領を通過する許可をレーモン5世に求めて許された。後のレーモン6世はベレンガリアの連れていた次女の一人であるブルゴーニュド・リュジニャンと恋に落ちた。彼はベアトリスを直ちに離縁したため、トランカベル家及び三度目の妻ブルゴーニュとの間が緊張した。王妃ベレンガリアの行列にはシチリア王グリエルモ2世の未亡人であるジョーンも含まれていた。彼女は後にレーモン6世の妻となる。1195年、レーモン5世が死去した。オーストリア公から釈放された獅子親王はトゥールーザン地方に対するアキテーヌ公の優位を再び主張し始めたが、反対するフランス王、フィリップ尊厳王と戦わなければならなかった。危険な戦争に投じるよりも、獅子親王はトゥールーズ伯との同盟関係を望んだ。レーモン6世はブルゴーニュを離縁し、1196年10月にルーアンでジョーンと結婚した。彼女の持参金としてアジャン地方及びケルシーを受け取った。味方を失わないために、尊厳王はトゥールーズ伯にフィジャックの町を与えている。その後の数年間、トゥールーズ伯領やラングドックの諸子爵領では、ローマの影響なしに、異端な程度を理解し得ない上将来を憂えない、語り派が広まった。父レーモン5世と同様レーモン6世は、利益や勢力分布をめぐって、サンジル修道院と係争中であった。レーモン6世は1196年に、教会から破門され、1198年に解除されている。彼はロジェ2世、ド・トランカベルと同盟関係を復活させ、トゥールーズ伯に進駐するトランカベル家、アルマニャック伯、コマンジュ伯、ホア伯、モンペリエ子爵、ニーム子爵、ロデーズ子爵と共にラングドックに平和をもたらした。しかしながら、この封建関係はカペー朝のものと比べはるかに緩く、個人主義に走りがちで、不服従が横行した。ジョーンに先立たれると、レーモン6世はアラゴン王女レオノールと再婚した。したがって、彼は父レーモン5世の敵の息子と和平を結んだことになる。トゥールーズにおいて、彼は自治体に自由を与え、免税を増やし、教会の周囲に設けられるすべては自治体の全体に及んだ。しかし、レーモン6世は、異端語り派に傾倒するという罪に加担しているという疑いをかけられていた。1203年以降、フランス南部の異端と戦うため、司教会修道士、ピエール・ド・カステルノが、ローマ教皇インノケンティウス3世より派遣された。レーモン6世は、教皇施設への協力を拒否した。教皇施設は、レーモン6世の破門とトゥールーズ伯領排斥をちらつかせた。1208年1月にカステルノがトゥールーズ伯の従者に暗殺され、唾を吐きかけられると教皇の怒りを招いた。少なくとも殺人を誘発したとしてレーモン6世を非難し、破門することを認めたのである。インノケンテウス3世は、トゥールーズ伯の論理上の主君である、フィリップ尊厳王に、アルビジョは十字軍の派遣を依頼したが、王はこれを忌避した。教皇の新施設アルノーア・モーリーが十字軍を率いてくる前の1209年6月18日、サンジル修道院の正面で、レーモン6世は自らに恥辱を与えられた。レーモン6世は十字軍に同行したが、戦士というより傍観者であり、彼自身の陣営の妥協であった。この決定のために、彼らの土地は侵略されることがなかった。十字軍の成功後、1209年8月以降十字軍を率いるシモン4世ドモンフォールが、レーモン6世の地位と領地に脅威を与えるようになった。彼は、モンフォールと友好を結ぼうとしたが、教皇施設の敵意にあった。彼は、義兄弟である、アラゴン王ペドロ2世の協力を求めた。1210年1月から、レーモンは、自らの地位を守るため、フィリップ尊厳王、インノケンテウス3世、そしてプロヴァンス公領の主君である神聖ローマ皇帝、オットー4世の元をめぐる長い旅を始めた。モンペリエの教会会議において1211年に、レーモンは再び破門され、この表情を1211年4月に教皇が追認したため、彼は十字軍への抵抗運動を組織した。しかし彼は、カステルノーダリを封鎖する、モンフォールを排除することができなかった。1213年1月、レーモンはアラゴン王ペドロ2世に臣従を誓った。二人とフォア伯は1213年9月のミュレの戦いに身を投じた。より規律の行き届いたモンフォール率いる十字軍が、この連合軍を破った。ナバス・デ・トロサの戦いの英雄であったペドロ2世は戦死した。レーモン6世も、カタリ派のトゥールーズ司教、フォルク・ド・マルセイユも、1215年のモンフォールによるトゥールーズ征服を防げなかった。レーモンは、アラゴン宮廷のあるバルセロナへ逃亡した。1214年2月、レーモンは、ミュレの戦いで共に戦った弟ボードアンに命じて、ロルミー城を明け渡させ、裏切り者として処刑した。1215年にレーモンは、ローマへ赴いた。そこでは、第4ラテラン公会議が行われており、トゥールーズ伯領の運命が議論されていた。モンフォールが支持されたため、トゥールーズ伯位は失われたが、教皇はプロヴァンス公の称号をレーモンの子に残した。1216年5月、レーモン夫子はマルセイユとアビニョンに凱旋し住民に迎えられた。父がバルセロナに逃れている間、父よりも、新種の気象に富んだ若レーモンが、ボーケールを包囲し攻略したのである。1217年9月、モンフォールが本拠地としていたトゥールーズを若レーモンが陥落させた。シモン4世殺害後、アモーリー・ド・モンフォールが直ちに父の後を継承した。トゥールーズに帰還したレーモン6世は短い病の後、1222年8月に死んだ。破門は解除されないままであった。レーモン6世は5度結婚している。他に、初出の娘があり、ロートレック子爵と結婚している。ありがとうございます。